こんばんは、ガンです。今日は導きの地で採集がよりちょっと効率的になるモッドを紹介しようと思います。一つ目はこちら、ガイディングランドギャザリングインディケーター、どういうモッドかというと、地図にこう鉱脈とか骨塚がどこにあるかっていうのが表示されている、マップを分かりやすくするモッドです。これもう入れてる状態なんですけど、こういう大きな骨塚とか大きな鉱脈の場所が書いてあります。で、今これ出てるんですが、実際まだ発生してるわけではなくて、あくまでここに出るよっていうガイドです。だから鉱脈の場所とか覚えてない人とか、ちょっと自信ない人にはちょっと入れておくと、大鉱脈が発生しましたとか、そういう通知が来た時に見つけやすいモッドになってるのかなと思います。あともう一つが、ナチュラルボーン&クリスタルっていうモッドを入れてます。これなんですが、導きの地で割と見つけづらい骨塚のモデルを見やすくするって感じです。これ、ビフォーアーアフターって感じです。ちょっと白いのが出てて、よりちょっと見つけやすくなってます。実際やるとこんな感じです。クリスタルはそこまで変わってない感じですね。あ、大きいのも白いのが入ってますね。ちょっとサンゴは光で反射して見づらかったので、ちょっと森林地帯行ってみましょう。どうでしょう、分かりやすくないですかね。森林地帯だと、こんぐらい離れても、あ、これここまで離れると LOD で消えちゃうけど、これぐらいの距離まで下がってもパッと分かるような感じになってます。今回は導きの地で採集をより効率的にするモッドの紹介でした。また面白いモッドがあったら紹介していきますので、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。